皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。タイトルは参考書の選び方、使い方。皆さんね、勉強するのに参考書を使うことあると思うんですけど、その参考書どうやって選んだらいいでしょう。私は基本的には書店で選んでほしいなと思っています。書店で実際に自分の手に取って開いて中を確認してね、参考書を選ぶと自分にとって外れね、それが少ないんですね。で、基本は見やすくて使いやすいものを選びます。そして使い方の部分、最初の部分に開くとあるんですけれど、その部分を読んで、その参考書の使い方、勉強の仕方が自分に合っているかどうか、これを確認してください。で、自分に合っているなと思ったら、今度はレベルのチェックですね。それが自分のレベルにも合っているかどうか、これをチェックします。チェックするにはまず説明の部分を読んで分かりやすいかどうか、例題の部分丁寧に説明しているかどうか、それから練習問題、ああこれはどうかな、簡単に解けそうかな、説明を読んで、ああ解けそうだな、そういうレベルのものを選ぶ、これが基本だと思っています。勉強のやる気のある時ってついつい自分のレベルより上のね、こう参考書、そういうものを選びやすいんですけれど、レベルが上だと解けない問題が多く出てきちゃいますね。できない問題がどん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 やるに従って増えていって、やる気がなくなっちゃう、こうなる可能性があるので、まあ半分以上は解けそうだなって、6割くらいは解けそうだなって、そういうレベルのものを選ぶといいと思います。それから参考書の使い方なんですけど、1教科は1冊に絞ってください、ね、そしてその1冊を繰り返し使って完璧にすると、まあ、完璧ではなくても 90% 以上は問題、練習問題解けるようにすると、これが基本だと思います。参考書を次から次に変える、問題集も同じですけど、次から次に変えていくっていうのは中途半端で何も身につかなくなる、そういう可能性が高いんですね。それから、練習問題の解き方、これは1回目は全ての練習問題を解きます。そして2回目は簡単に解けた問題はもう解かなくていいです。2回目は1回目で解けなかった問題とか1回目で苦労した問題、それだけを解いていきます。3回目は2回目で解けなかった問題、苦労した問題、それを繰り返し繰り返しやれば解けなかった問題どんどん減っていきます。これが勉強する基本だと思っています。同じ問題はやりたくないという人がいますよね。その気持ちはね、わかるんです。またこの問題かってね、そういう気持ちになっちゃうってわかるんですけれど、できなかった問題をそのままにしておいてそれが解けるようになるってことはないんですね。それに何度も繰り返すことでその問題どんどんね、知識が増えて簡単に解けるようになっていきます。だから最初は同じ問題解くの嫌だなと思ってもちょっとだけ我慢してその問題解いていってください。そうすることで勉強ができるようになっていきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。